まあ、あっちはライトチューンですけど、そのまあ延長線上にある、まあ、ECU をやったよっていうようなところのチューニングになりますね。ぶっ飛ばすぞマジで。ということで、何点でしたちなみに。はい、続いてやってまいりました。まあ、同じちょっとスイフトスポーツなんですけど、はい、まあ、今回はアヘッドのデモ車というところで、はいはい、やっていこうかなというふうに思います。それがこちら、じゃん。これあれですよね、さっきのよりチューンいろいろされてて。そうです、ここは実際 ECU までやってあるので。あ、すごいしっかりいじってあった。だから、まあ、あっちはライトチューンですけど、そのまあ延長線上にある、まあ、ECU をやったよっていうようなところのチューニングになりますね。足もオリンズ、あ、入ってるんですね。グリップパッドはウィンマックス。そう、はい、オイルもかっこいい円形にしました。あ、すごい、確かに色もいいですね、はい、この色。 NT03WR、いいお値段のが入ってます。7.5J の35位です。ちょうどいい感じのつら具合。ちょうどつらつらって感じです、ね。はい、まあ、もうちょっとね、ま、出したいんですけど、まあ一応いい感じに収まってるんで、はい、でもこれぐらいが一番かっこよくていいと思いますけどね、はい、そうなんです。と、江崎さん、ステアリング外れるの好きですよね。あ、私は自分の車は外れるんで、はい、ワークスベールさんのラフィックス2が入ってますね。お、はい、かっこいいですね、はい。まあ、あとはまあ基本的には一緒です。まあ、さっき言うと、正直、そうです、はい、内装はそこまで変わらないかな、はい、そうですね、シフトノブのあれも赤の、うん、そうなんですよ。あとはフルバケが入ってるぐらいですよね。そうですね、フルバケもこれはあのブリッドの、ワイドの方が入ってて、あー、なるほど、はい、どんな人が乗ってもとりあえず乗れると。そうです、フルバケどうしても乗り降りしづらいじゃないですか、はい、ホールド性はある分どうしても、はい、これなら確か乗り降りしやすそう。そうなんですよ、乗り降りもしやすいですしっていうところで、まあ、こんな感じの今仕様になってて、はい、まあ、あとはね、見た目で言うとこの羽は、この羽もあの車外の大きい、はい、すごい大きい羽がついてる、まあ、ダニー風なね、羽ですよね。あ、なるほど、はい、確かに。あとあれですよね、エンジンもちょっとやってあるん で、ちょっとあれです ね、見てみましょうか、はい、お、じゃあエンジンルームも、はい、説明をお願いします。はい、まずはね、ターバ入ってますし、まあ、あとはね、ECU の書き換えが済んでいて、あと HKS の、まあ、吸気周りいろいろやってあったり、ブローフ変わってたりっていうような今仕様になってます。まあ、結構ね、あの乗っていただくと、本当にさっき乗ったばっかりのノーマルの状態とちょっと ECU いじるとこんなにも違うんだよっていうのをね、うんうん、あの感じていただける今仕様になってますので、比較してその点もちょっと乗ってみたいなと思います。はい、なのでちょっとぜひ乗っていただければと思います。はいはい、スポーツ今日2回目のスイッポなんですけど、さっきよりいろいろチューンされたデモカーということなので、さっき言った違いをちょっと感じながら、違いは分かる女、違いは分かる女アピールしたいんですけど、分かるかな、ちょっとまだ初心者なので、まあ、ちょっとそこら辺伝えたらいいなと思って、ちょっと近場ドライブしてきます。行ってきます。それシートがあれ変わってるから、あと多分着座位置が低くなっちゃった。ああ、それはちょっとありますね。まあでも運転の感じは同じなんで、やっぱり私はこのステアリングが慣れてるんで運転しやすいです、小さい方が、はい、どうですか、飲んでみて。本当でもね、リアシートは変わらず座り心地はいいですね、同じなんで。さっきのと比べるとなんか足がもっと締まった感じ、ね、確かにちょっと硬い。確かに、しかももうこの二足左折した後の3足上げたところがすごいちょっとカンってきますね。嘘の立ち上がりがなんか早い、早いですね。やっぱりこのデモカーってどこ走らせてるんですか。一回軍祭は走らせてありますね。めちゃくちゃ早いんじゃないですか。早いですよ。馬力ってどれぐらいなんですか。馬力的には100今後半ぐらいです、はいはいはい、まあ、あの200とかも出てはないんですけど、確かにさっきの車より硬い感じがする。あとはね、さっきのはノーマルのブレーキパッドだったんですけど、そうですね、こっちは、はい、ウィンマックスのブレーキパッドなので。どうですか、効きます。効きめちゃめちゃいいんですよ。うわっうわっぶっ飛ばすぞマジで。本当に怒られそうだな。荒井広く激おめでしたね。いやでもちょっとグルって踏んでみようかなと思ったら、行きやすぎちゃって、ただ
すねが挟まった痛い。お前の時すげえ出てきちゃってこんなゆるゆるから食べてもガンってきちゃってめちゃめちゃ効きました。もうわざとやってるのかなと。いや本当にちょっと間違えました。やってたら本当に怒られるやつぐらいでした。それぐらい効きます。これはEMAXの AP2 っていうパッドが入ってますね今。はい、それって私はEMAXに入れたことないんですけど、はい、他の何が違うんですか、グレードとか。まあグレードっていうか、まあ、この辺は多分ひろきさんが一番詳しい領域にはなってくるんですけどね。スポーツ系のパッドなんですよね。スポーツ系で AP1 からまず AP3 まであって、はいはい、でその AP3 になればなるほど耐熱性が上がってくるんですよ。でそのバランスを取って AP2 にしておくと、まあ、ダストとか、まあ、そこら辺のバランスも取れるかなっていうので AP2 が。そうです、そうです。結構乗り比べてその ECU が変わったことによるパワー感の違いって分かる、結構感じますね。まあ違いの分かる女としては足も感じますけど、はい、正直大きくはそんな感じないかも。硬いですけど突き上げ感はあまりない。はい、ありがとうございます。はい、ということで、アヘッド当店のデモ車試乗してきましたけど、実際どうでした？あの純正と比べて。はい、さっきね純正のスイスポ乗ってきたんですけど、やっぱりね IC ね変わってるから、はいはい、足回りとか変わってて、はいはい、でねブレーキパッドも変わってるんで、はい、大丈夫ってか全然違いました。ギュッて踏まれた時はねさすがにこうやろうと思いましたけどね。ちょっとあのブレーキやっぱりね、スポーツ仕様のを使ってるんでどれぐらい効くんかなと思って、ちょっと皆さんに伝わるようにちょっと軽く踏んでみたつもりがあんまりにも効くぐらいすぎちゃって、それが折れるかと思ってすねの間にちょうど挟まってたよ俺は。徐行速度からちょっと踏んだらガンって止まっちゃってもそれぐらい違いましたね。はい、こっちはどうでしたか、実際モテポイントは。モテポイントやっぱりなんかちょっとかっこいいですよね。あ、子供っぽくないっていうか。あ、まあまあまあ確かにね、うん、普通にまあパッと見は純正ですから側自体は、まあリアの羽とかが変わってますけど、うん、まあシルバーですし、はい、割とおとなしめな感じではあります。どっちかといえばデートに行くならこっちの方がいいかもしれない。でもフルバケ入ってます。まあ、でも助手席は、はい、ノーマルじゃないですか。はいはい、だから別に女の子の乗せる分には多分乗り降りがしづらいだろう何度も言われないと思うので、はいはいはい、じゃあ乗り降りのしやすさはポイント高いんですか。そうですね、別に女の子に運転させるんだったら一度 やめとけってなりますけ なるほど、まあ、純正でってなりますけど、別にこれ乗ってる分には特に。あ、本当。ということで何点でした、ちなみに。さっきの純正が私80って言いましたよね。80点、はい、じゃあ刻んで85。こっちの方がいいの。こっちの方が私はいいです。あ、そう。だってなんか前に急に割り込まれた時にやっぱ踏めなかったら彼女怪我しちゃうんでそれさ別に女の子目線じゃないよ、ね、やっぱりね、それ女の子目線じゃないよ、ね、なんか男目線だ。男目線だ。江崎試験になってます。江崎二期になってしまうからそれ。ネキじゃない。彼女を守りたい江崎二期試験になってしまう。あ、なるほどね。というわけで、あのスバル大好き江崎目線になって女の子の目線で言えてるかは微妙ですけど、はい、乗ってる分には特にいじれってあっても乗り心地悪くは特にないので、はいはい、このデモカー一応販売もさせてはいただいていると。お、あ、はい、買えるんですかこれ。買えます。あ、知らなかった。デモカーだから置いてあるだけなのかなと思ってたんですけど、はい、あのどんどんね、あの手は加えていく予定のこちらの33スイスポーデモカーですね。車両本体価格は250万円で乗り出しが270万円ということで、はい、やらせていただいております。ひろきさんの、ね、スパイスも入ってる車ですから、はい、スパイス、はい、スパイス辛味なさ、はい、ピリ辛で、はいはい、という形でね、あのこちらでも見ていただくことできますし、あのね、あの試乗とかもご希望大歓迎ですので、はいはい、ぜひお店の方にお越しいただければと思います。改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス。
あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。